ら、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。カセレスっていうね、街も着いたんですけど、見て、これ、すごいの。あー、ここだけじゃね、伝わんないな。ちょっと後で街並みも撮れたら、ね、うん。で、今日は、そのタラドールっていう、スペインにしかないね、タラドールっていうところに泊まるんですけど、ね、タラドールって何かっていうと、さっきね、調べたら、古城、昔の古城とか、あとは貴族の、住んでたお家とか別荘とかを今こうホテルとか宿泊施設にして使ってるのがパラドールっていうみたいで、国営なんだよね。そう、国営でホテル。でスペイン各所にちょろちょろあるみたいな、ね、うん、初めてパラドール泊まってみる。そう、すごいラッキーガールだよね。特に誕生日だからってどこも別に何も考えてなかったのに、たまたま先に進んできた町にこういうのがあって、で国営だから高くないしね。ね、すごい楽しみです。じゃあちょっと行ってみましょう。中はい、パラドールって食事はあんまり伝えできないみたいな。あ、ちょっと持ってて、マスクつけて。はい。車の写真見せないといけないか。はい。そう、後で行きたい。あれだね、パラドールって。なんか全然聞いたことないもんね。うん。なんだそりゃって感じで。全部がだからお城なわけですよ、昔の。そう、作りが広いし、うん、超複雑で、ね、でも結構やっぱいろんなところにバーがある。あ、本当だ、素敵素敵。わー、結構人がいますね。鎧が、天井が高いな。で、なんかここは2つのなんか憎み合ってる家系が隣同士で、よっしゃよっしゃ、215です。やっぱ昔の建物だから全部階段なんだ。エレベーターとかないの。よいしょ、おー、かっこいいな、広っ、黄色。迷路。迷路です。はい。よいしょ。ほら。上がったり下がったり。ヘビーだから2時間半ぐらいだったかな。はい。なんか差し込むって言っちゃう。最新これ初めて見る、このタイプ。お。どうかな。暗っ。え？差し込むし。
おお、すごい。え？はいよ、見て。すごい。なにこれ。うわ、すごい。こっから部屋が見える。え、すごい。なにこれ。ここにうわ、めちゃくちゃいい。窓ついてる。超いいじゃん。ね、うん、あ、外もこういう感じだ。あ、なるほど。あ、ここパーキングね、パーキング行かなきゃ。いい感じ。うわ、めちゃくちゃ綺麗ね、うん、まあ、シャワーね、1回だけお湯が出なかっただけあったよね。一瞬だけ出てみたいな。とりあえずパーキングを動かさなきゃいけないから、また街並みを後で撮ります。すごい、ジブリじゃん。すごい。うわ、めっちゃびっしり。したんだけど、結構美味しかった。すごくね、うん、なんかすごくない？あそこのバルコニーとか。本当だ、すごい偉い人が出てきそうなバルコニー。ここはなんか旧市街って言ってて、ここに着くまで、でもあんまり別にこういう街並みじゃなかった気がする。ここだけ残ってんのかな。ね、途中で、うん。ね、すごい。すごい。ずっとこういう感じだ。ホテルと食べ物屋しかないよね。ない。ないです。ずっとこういう感じだ。やばいな、すごい下ってきちゃったから帰る前だ。やだ。こんなところに一つだけ古着屋さんがありました。さっきの古着屋さんで買い物しちゃいました。意外とね、すごい良かったんですよね。そう、キャップがなんかこの旅でキャップ5個目。このシカゴブルズのレザーのキャップ、これいいよね。渋くてかっこいい、うん、黒人のじいちゃんとか被ってる。うん、めちゃくちゃいい。これとあとね、これがすごくいい、ブートレグのニューヨークジャイアンツ。サンフランシスコヤンキース。めちゃくちゃいいよ。いい。を2つ買いました、ね、結構刺繍の感じもチープでいい。うん、すごい。でも後ろ緑です、うん、かっこいいです。購入品でした。